大丈夫です。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、まあ、昨日やった、カオス料理戦のですね、解説とかまでね、こういうことがあったとか、そういう雑談をね、していきたいと思いますね。まあ、一応、ダートしました。見てない人用に言うと、2v2 が僕とラットですね。で、シングルがみかんさんで、勝ち抜きが、ラットコタみかん。っていう感じで、やっていきましたね。で、相手の、カオスセオリーの、オーダーは、2v2 が、JTB と、オーイエ選手ですね。世界大会で僕が戦った、覚えてる人いるか、いると思うんですけど、多分。イモータルっていうチームに、ゴレのロイヤル選手のチームにいた、オーイエ選手が、今季ね、まあ、カオスよりに加入にして、もう 2v2 でね、大暴れしてるんで、まあ、そんな感じですね。本当に今、3連勝かな ?3 連勝してて、もう、なんかね、もう 2v2 がね、今まではね、まあ、言っちゃあれですけど、やっぱりベンザー選手が完璧すぎたんで、シングルと 2v2 で、まあ、2v2 が穴っていう感じだったんですね。なんで、2v2 勝って、シングルでワンチャン勝って、ストレートでいければな、みたいな感じだったんですけど、前回までは。セカンドシーズンまではですね。今回は、もうなんか、大家選手が入ってから 2v2 でもね、バシバシ、記録残してて、で、ベンザー選手が無双してるんで、もうね、いや、強すぎやろ、みたいな感じだったんですけどね。まあね、そこら辺をね、自分が出たのが 2v2 だけなんですけど、まあね、そこら辺解説していきたいなと思います。ってことで言います。てな感じで、こうやって始まっていくんですけど、まあね、これからね、ライキ・ジョーンズ氏のね、まずよろしくバレですね。まずバレルを飛ばしていって、で、2v2 って、定位置にね、シングルと同じこのタワーのこうやってなる、こうやってバレルがこうなる位置に、飛ばすと、雪玉でね、キング起動されちゃうんですよ。だから定位置に飛ばせないですね。そう、だから雪玉を見た後じゃないと、バレルをちゃんと定位置に飛ばせないっていうね、悲しみがあるんですけどね。それでも活を使うほど強いって感じですね。これまずゴレ出したんで、迫撃ですね。で、スケバレをなんか来るかな、読みのスケバレ出して、で、まあ、このスケはもう、迫撃はどうでもいいんで、コウモリだけでプリンスを処理していくって感じですね。で、まあ、相手がザップ見せてくれて、あ、おいしい、おいしい、おいしいという感じで、まあ、これはね、深めの吹き矢で、あと呪文巻き込まれない吹き矢ですね。で、防衛迫撃と吹き矢でいい感じにやっていき、まあ、これね、アウトロがね、ちょっと微妙な感じになっちゃったんですけれども、えいえいえいという感じで、まあ、吹き矢でしばいていって、これでまた繋げていく感じかな。で、左に、そうですね、右にバレルか。飛ばして、丸太を使わせて、もう一回ね、自分たちのね、リズムを作ろうかなと。で、これまず、ここでね、ちょっと歩いて吹き矢が入っちゃったのはね、惜しいんですけどね。まあ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 、という感じで、相手も多分ね、迫撃とか多分、まあ当たり前ですけど、2v2 で迫撃ってあんま使われないんで、多分ね、相手からしたら、まあ俺らもほぼ初見殺しなんで、テンパったんですよね、多分相手が。うん。なんで、これでね、またやっていって、ゴレの逆サイドに攻め迫撃をしていく。まあ、迫撃はね、2つあるんでね、まあ攻め迫撃でじゃんじゃんやっちゃおうかな、みたいな感じで、やっていって。で、この時は、まあ割とね、で、またコウモリだけかな、こう処理する。そう。もうほんとね、プリンスは本当はコウモリだけなんか絶対処理できないんですけど、これでコウモリだけで処理できるのが美味しいですね。美味しいポイント。で、これでまあ雪玉とクエイクで美味しくやられるけど、吹き矢でね、このまたチュン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 していき、アナホラーですかね、ここは。アナホラーじゃない。アナホラーだ。アナホラーを飛ばしていき、ここはね、吹き矢だけで許容していくって、この許容が大事ですね。無駄にエリクサーを使わずに許容していくスタイル。いやー、いい。いいですね。で、これで、まあこんな感じですね。スケバレ飛ばし、飛ばし、ポイズン打ち、逆サイ反撃で攻めていくと。まあやっぱね、こういう小物系はね、両サイ攻められた方が、大型からしたら絶対うざいんで、とりあえず両方攻めようか、みたいな感じですね。で、これで、なんか来るだろう読みのアウトロ出したけど、何も来なかったっていう感じですね。で、マルト使ったんでバレるという感じで、プリンスと吹き矢。で、迫撃の下にも吹き矢を置いて、呪文かわしですね。ピュって、これに確かそうですね。はいはいはい。で、ピュッ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 していき、感じですね。もうこうなったらほぼ勝ち確ですね。もうミスらなければ。で、この後見てほしいんですけど、俺とラットの表情。これでポイズン打って、5折ったんですよ。で、ラットが、丸太今持ってて、あ、じゃあ俺の丸太で終わらせます、つったけど、俺が先に雪玉って、あ、俺の勝ちねって言ってました、今。まあ結構ね、こんくらいくだらない会話できるぐらい、本番でもね、リラックスしてできたんで、そう。ラットは、あなたって言って、なんか、
それで、いや、撮ってくれてるか分からないんですけど、2v2 のね、方も、現地で、マネージャーのね、ガリレオさんが、こうやってね、多分、カメラに残してくれて、2試合目からって言ったかな。1試合目俺らが、そういう、なんかことしかしなかったから、ワンチャンちょっと動画に残しておくか、つって、なんか、めっちゃおねえ口調になるらしいんですよね。知らんすけど、まあなってる、じゃ多少はね、まあふざけるっていうかリラックスするっていう意味で、普段 2v2 練習してる時と同じような会話をしてたんですよね、その時も。いや、俺のみたいな、俺の生き玉だから終わったのみたいな感じで言ったんですけど、まあね、そういう会話をね、するのが大事かなと思いますね。やっぱり緊張しすぎると絶対ミスするんで、俺もラットも別に緊張に強いわけじゃないんでね、こうやって 2v2 はね、お互い話し合ってね、リラックスできる。で、この時に話したのがなんだっけな、まあ言うて、俺らもみかんてんごっとと練習したから、まあ緊張せずにね、今みたいな感じでやればいけるべ、つって言ってましたね。まあ相手選手もめちゃくちゃうまい、前のとかを見てもね、まずデッキの幅が広いんですよね。もうチームによってはロイジャイしか使わないとかいうチームもいるんですけど、このチームはマジデッキの幅が広くて、しかもうまいっていうね、感じだったんでね。ちょっとマジ練習、本当に通別に時間を多く割いたかなっていう感じがしますね。まあその分、テンゴットとみかんさんには付き合ってもらったんで、みかんさんには特にシングルもね、あったからね、まあ負担もあったんかなっていう、まあ若干のね、あれがあるんですけど、まああれですね、ってな感じで始まりましたね。これ一応、今、ずれてる時のために言うと、43、42、41、40って感じですね。はい、ってな感じで、まあこれ、とりあえず、ホグですね。僕たちが使ってるのがホグで、相手が使ってるのがラバだったかな、確か。ですね。で、これでケツからエレキ出していって様子を伺うって感じで、まあ、インドラーも出していって、これね、ベビドラインドラーでしばき倒していくんかな。ここはどうしたんだっけな、あんま覚えてない。あ、これだ。これランバーでやって、ここね、ホグ出すんかな。右残りランバーに。はい、ってな感じで、まあ、これ、ちなみに言うと、名前の通りで、左がラットで、手形的にですね、左がラットで、右が僕っすね。ってな感じで、まあ、このインドラレイジでね、溶かしてもらっていき、まあ、序盤はね、まあ、こんな感じで様子伺いつつって感じですね。で、この逆サイ攻めていき、コウモリ足して、まあ、雪玉切ったんでね、相手が。で、エレキを出してきて、ナルホーンズ、ナルホーンズって感じですね。で、ここ3発入る。おいしい。これ、右は好きだけか、左は好きだけかな。うん。覚えてるんだよな、意外と。で、ここにラットがインドラを出し、いいインドラですね。で、ここなんですけど、穴掘りが来て、俺がエリクサーって穴掘りをランバーで拾うんですよね。そう。で、雪玉いらないかなと思ったんですけど、そう、ここで、1800から1300まで削られるんですよ。これやばくない？もう、マイスイーズのインドラいたのに、こんな削られないと思って雪玉温存したんですよ、俺。撃てるのに、ランバー、まずね、ランバーで穴掘り拾った後も2エリ余裕であって打てるエリクサあったけど、まあいらんやろってカウンターで使えばよくねと思って思ってたら全然入ったんですよね。 2v2 の500ってマジででかくて、本当に濁せ防げるなら絶対防ぎたいレベルなんですけど、なんかね、温存したんですよ、絶対に。シングルだったら打たないですよね、絶対。なんで、でも 2v2 だから打った方がよかったですね、ここは。てな感じで、まあカウンターで、これクエイクでね、ドシドシバンバンしていき、これね、フリーズ打とうかなーと俺こうやって構えてるけど、やめようと思って今下げてますね。で、オッケーオッケーっつって手上げてましたね、今。てな感じで、これいいインフェがぶち刺さってますね。で、これベビードラが、ちゃんと、これマジでだるかったなー。でもラットのコウモリがめちゃくちゃいいっすね、これ。さすがっすね。てな感じで、このアイゴレホグして、ラットフリーズ、俺かな？ラットかフリーズ持ってんの、ラットで、ごめんなさい。なんですけど、こっちランバーね、防衛に出したランバーがね、めっちゃ走っててダメージ入ってたんで、ホグ、ホグ、ホグっつって、ラットが4エリホグ飛ばして、これラットのホグうまかったっすね、マジで。ってな感じで、1本逆に折って、俺がもうここで折んなきゃ負けてるんで、うわーと思ってポイズン投げたんですけど、相手エリクサーなかったっていうね。ってな感じで、相手もクエイク5で本気で折ってきて、こっからっすね。まあ、こうなったらもうほぼ勝ち確かなっていう、1800と670で、しかも、相手がゴレで、なんで展開しにくいんですね。こうなったら、俺らが無限にホグ出し続けられるんで、ゴレ出した瞬間、ホグフリーズクエイクで終わっちゃうんで、相手がゴレが次非常に出しにくいんですね。で、こうやってやっていって、ホグ2体かな。で、ラットクエイククエイクっつって俺ポイズ打ってんのに、あいつ、なんかめっちゃフリーズ打って、いや、クエイク打てばいいのに、フリーズ打ったからなんか防衛されるっていうね。そう、インフェルターが残っちゃうんですよね、やっぱ。クエイク打って、ユニットが来たらフリーズっていうのがね、まあ理想なんですけど。で、このアイゴレ、俺がメガを出すわっつって、あ、俺アイゴレ出しますっつってね、こう、
歩かして、これでスケ、インフィノタワーとスケでこうやって寄せて、岸さんもこのスケね、あ、スケルトンで寄せましたねって言ってくれてて、いや、分かっとるわーと思ったっすね、さすが俺のこの俺のこの俺のスケルトンよく分かっとんな、見とんなと思って。まずランバーホグしていって、ポイズンですか、クエイクか、クエイクっていって、まあ、レイジの方がね、ジャンっつって、ジジですね。てな感じで、2v2 はね、割と解消できたんですけれども、まあ、こんな感じで、あと、前回サルやったんで、今回ゴリラやったっす。てな感じですね。ってことで、この辺で止めようかな。まあ、いいか止めなくて。そうですね。で、あと、ミカさん任せるでー、みたいな感じで、まあ、やってったんですけど、今回はね、本当に、絶対に、まずシングルがベンザー選手なんで、あ、これ、もう、負けたら終わるっていう状態で、絶対に渡しちゃいけないんですよね。まあ、相手も同じことだと思ってるんですけど、相手がみかん坊や、どうせみかん坊や来るだろうからって、多分思ってたと思うんですけど、なんで、絶対この 2v2 は取りたかったんで、タイムアウト使ってでもね、取ろうかなと思ってたんですけど、まあ、ほんとね、勝ててよかったですね。てな感じで、2v2 はね、今のところ、2勝1敗、ん ?2 勝0敗ですね。で、俺が、勝ち抜きでジャックさんにね、前ボコボコにされたんで、4勝1敗かな全部の。んじゃ、2ビッツが4勝1敗で、勝ち抜きで、0勝1敗っていう感じなんでね、まずまずのね、まだ参るんでね、ぜひね、これからもね、シングルとかもね、まだ自分の力が足りなくてね、出れないんですけどね、これからもね、バシバシに待っていきたいと思うんで、ね、応援よろしくお願いします。という感じで今日この辺で終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。とずるさん風。